はい、こんにちは、海坊主です。今回のねファーミングシミュレーターですけど、収穫になりますね。大津麦の収穫です。はい、でまあとりあえずね、ここ除草忘れてしまったのでね、除草作業をまあ雑草が生えちゃってるんですけど、 70% だからね、雑草生えるだけで 20% 変わるんですよね。だいぶでかいんですよ。ほんとやったと思ってたんですけどね。はい、まあ結局はね、今シーズンも麦の収穫っていうことでねはい、だからやっぱ次シーズンまでにはプランターリースしてでもいいから、もうプランター系の作物にしましょうね。はい、とりあえずね、今回はね大津麦の収穫になります。それでは本日もよろしくお願いします。はい、じゃあね早速やっていきましょう。ほんとまあ今回もねリースしようかな。結局はねやっぱリースした方がね早く終わるんでね、5000ユーロ、まあ痛いっちゃ痛いけど、それではお願いします。はい、まあいつものごとくね、マッセイ・ファーガソンをリースしちゃいましょう。はい、あれそうか、これが邪魔で出てこなかったんですね。まあこれなんだっつったら、あの収穫のバイトをねしてるんで、それのねリース品がここに並んでたんですよね。だから先にこれをやっちゃいましょう。あー、やっぱいいですねクラス、あえとこね、俺もこういうのをね買えるようになりたいですよね。まあ中古で出てくればね間違いなく買うんですけどね。はい、じゃあねこちらお願いしましょう。これも一応レンタル品ね。いいですねクラスのトラクター、レスポンスがいい。これは多分キャノーラですよね。そうですね、やっぱり、あ、そうか、8月だからキャノーラの収穫なんですね。はい、じゃあねこちら持っていきましょう。あんなねもちろんね高いやつをねレンタルできないんでね、自分で倍しますからね、倍、これの性能があんまり変わんない割には。はい、じゃあねこっちの奥側の方をやってもらいましょうね。はい、じゃあお願いします。でマルチャーの準備しときましょうね。まあその前に回収の準備ですね。回収はねこちらに、こっちにやらせましょう。やっぱパワーがあるんでね。ああそうだ、これなくなったかな中身。ああもうないですね。じゃあ撤去しちゃいましょう。16000ユーロ。はい、じゃあこのコンベアもね売却、ちょうど9000ユーロですね。はい、あ、これでじゃあ1万1000ユーロになったのか。ってことはね、今ね中古車でフェントがあるんですよ。これ買いましょうか。馬力一番上げてもね230馬力も上げても1万8000ユーロなんでね。はい、じゃあこちら購入したいと思います。9000ユーロですね。じゃあこちらのトラクター持って帰りましょう。で冬の間にね中古でこちらのねパワーハローが出てたのでね、これ持って帰りましょう。もうブレーキの音がいいですね。だいぶねブレーキが鳴きますね。内装はこんな感じですね。なんかメーターがね白飛びしちゃってるような気がしますけど、
まあこれはね、今度はね耕せるのにね使えるんで置いときましょう。ちょうどねサイズ的にはそこのねバルトラと同じでね、多分トラクター中ぐらいのサイズですよね。とりあえずこれでトラクターがさらに1台増えて4台になりましたね。つうかあれだな、洗って数ヶ月経つのにさ、ずっと濡れたままなんですね。要は走んないとぬるっとしてますもんね。ああ、特に気にしてなかったけどさ、ほらここが見やすいなーなんて思ってたんですよ。それの理由がさ、こうやって上までね切り込みが入ってんですね、このトラクターは。この高さじゃないでよ、この高さまで。だからね前方視界が良かったんですね。はい、じゃあねとりあえずここを撤去した後ね、グラベルに変えときましょうか。この周りもねちょっとやっぱグラベルにしときましょうか。さあどうしようかな。本当はねこのパン屋ね、なんか格納庫の中みたいなところにね押し込められたらいいんですよね。一番こういう倉庫の中にさ、これを収められたらさ、周りからはさ見えないわけじゃん、このなんか悲しい姿が。それかまあこういう、これちょっとちっちゃいか、そうこういうところの隅っこに置いとくとかね、まあそういうのが理想でしょうね。少しでもオープン感がなくなるというか。だけど2万5000するんですよ。だからねもうちょっと先の話ですよね、そういうことやるのは。多分もうちょっと先になったらね、そういうところにね移してもいいかなと思ってますね。はい、まあとりあえず収穫はねもうちょっとで終わるんでね、準備しときましょうか。はい、じゃあねこっちもそろそろ始めていきましょう。はい、じゃあお願いします。いいですね、280馬力の余裕って感じで。しかもさ連続が変だから加速がスムーズですよね。あーごめんなさいごめんなさい、ちょっとね 20% ほど収穫量が落ちてしまいましたけど、じゃあこっちの収穫もね始めちゃいましょう。あ、ちょうど満タンにもなっちゃった。意外とこのピラーモニターって見やすいかもね。ああ行き過ぎて行き過ぎた。こうやってほら前向いてるとさ、ちょうど目線に入ってくる高さじゃん。だからこう目線を落とさなくていい分、意外とこのピラーメーターっていうのは見やすいかもしれない。ちょっと待って、トウモロコシのテクスチャーちょっと変わったような気がする。ちょっとトウモロコシのテクスチャー細かくなりましたね、解像度が。早いとこねこういうのも作っていきたいですけどね、まだね作物転換するお金もねえやんな。ちょっとあれだね、この59の土地少しの間だけ畑にするか。格納庫じゃねえで、こっちももうちょっとで仕事終わりますね。あっちはまだ大丈夫か。そういえば作物少なかったですもんね。お、キャノーラのね収穫自体は終わってますね。じゃああれ納品必死に行ってね、もうそしたら仕事終われるんでね。ほとんどね見に行ってなかったですよね、キャノーラの収穫は。あっという間に終わっちゃったな。まあどうせやるんだったらね、そうやって並行作業でもいいのかもね。でもこの時期あんまり収穫のバイトないんですよね、どうしても秋なんで。はい、じゃあ納品行きましょう。納品はどこだっけ、ファーマーズマーケットですね。はい、ちょっとね間違った方向に行ってましたね。
こっちでしたね、ファーマーズマーケット。もう大幅にショートカットしていきましょう。ちょうどあの目の前見えてるやつですね。はい、いくら分ぐらい横領が効くかですけどね。ずいぶんダンプアップの速度がゆっくりですね。1678でしたね、横領分は。結局3500ユーロ、まあそんなもんですよ。1600だから5000ちょっとぐらいにしかお金なんなかったですね、あの収穫のバイトは。はい、まあもう収穫がね、まだちょっとだけ残ってっけどね、今回はねここまでにしときたいと思います。次回はね、ほんと考えなくちゃね。いい加減マンネリ化しすぎだろっていう感じなんで、もうレンタルしてでもね、大豆をちょっと作ってみようかなと思ってます。はい、それでは今回はね以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。